誰よりも早く社会へ羽ばたく君へ。Join Team Sagawa。セルフデリバリーは車を使わずにサービスセンターという建物から台車のみを利用してお客様にお荷物をお届けする環境に優しい物流のお仕事です。真ん中で一番は体を動かせるし人と話せるっていうのがいいなって思ったところ、あ、じゃあこれしかないと思って。おはようございます。おはようございます。今日は雨なので足元のせい、自分で考えて動けるのが今の仕事のすごく面白くて魅力的なところだなと思ってます。入社して1年目で初めて名刺を交換させてもらったお客様が初めて名前を覚えてくださって呼んでくださったことは今でも覚えてます。そういう方がどんどん増えてって、あ、自分ちゃんと社会人できてるんだなって思った時に嬉しいなって。楽しいです。このお客様に会いたいとか思いますし、しばらく配達のお荷物がなかったり繁忙期とかでお会いできなかったお客様とかには、最近見なかったけど元気って言われると、気にかけてくださってたんだっていう嬉しさがあるので。失礼します。はじめます、ガキビンです。産休育休で戻ってきた先輩がいるんですけど、お客様から久しぶりだねとか言っていただけてる方がいて、この人みたいになりたいって思ったので、もっと頑張らないとなって思います。またお願いします。知らないことを知ることが私は楽しいって感覚なので、ちゃんと自分の目標があって20代前半で係長になりたいんです。この仕事に対してこだわりを持つのであれば、知識をつけることと経験をすることがすごく大事だなと思ってます。18歳で社会人になり、20歳でセンター長になり、22歳で係長を目指しています。10代の皆さんの経験はまだまだこれからです。1歩目も2歩目も全力でお手伝いします。皆さんを心よりお待ちしております。 Join Team Sagawa。 18歳の君に運んでほしい未来がある。